にちは、授業準備 TV のゆめのんです。毎日の公務でお忙しい先生方、気づいたらこんな時間という毎日が続いているという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。こちらのチャンネルではこれまで様々な時短術などをご紹介してまいりましたが、今回は生産性を高めて定時退勤を目指す先生のタイムマネジメント術をご紹介していきます。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。先生のタイムマネジメント術、投稿者の先生によると重要なのは逆算思考だそうです。例えば定時が17時であれば、そこから逆算して仕事をするという意識が生産性を高めていきます。子供たちが100マス計算でタイムを測られると、いつも以上に集中したりすることがありますよね。その子供たちの心理と同じで、時間を有限なものと捉えることで集中力は増していきます。逆に仕事が終わったら帰ろうという積み上げ思考は生産性を低めてしまうことがあるそうです。また一定の疲労度を超えると仕事の効率も下がっていってしまうもの。投稿者の先生は仕事を15分パッケージで考えるということを行っているそうです。このように仕事の内容を15分ずつに区切って一つずつ紹介していきます。あと1時間、合計4パッケージ分の仕事ができるな、よしあれとこれをやりきろうというように仕事にメリハリが出ますね。また仕事を行うタイミングも非常に重要になってきます。投稿者の先生によると、例えば同じ15分でも夕方に比べて疲労の少ない朝の時間の方が頭を使うことに適しているそうです。なので文章を書いたり計画を立てたりといった頭を使う仕事は朝に、そして夕方にはやればやっただけ進むような手を使う作業的な仕事を持ってくることがポイントだそうです。またこのように朝と放課後に分けて仕事を行うためには、事前に仕事のプランニングをしておくといいそうです。通勤中などの仕事が始まるまでの時間に、学校へ着いたらまず何をするのか脳内でプランニングしておくのがおすすめだそうです。そうすることで朝一にロケットスタートを切ることができるとのことでした。そして可能な限り子供たちがいる時間にもできることをやっておくことも重要だそうです。例えばテストの実施、採点、返却までテスト時間中に行うなど、クラスや学校での実情に合わせながら子供たちと一緒にいるタイミングでできることは、できるだけ授業中に行ってみるというのはいかがでしょうか。今回は生産性を高めて定時退勤を目指す先生のタイムマネジメント術をご紹介しました。時間帯により仕事ジャンルを分けた上で、放課後は逆算思考を使って仕事を効率化する実践、やってみたいな、できそうだなと思ったところからぜひ試してみてはいかがでしょうか。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただき今日もありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。